私が離婚するとき、父にすべてお任せしたこと。薬剤師として働いていた私は、拘束時間が減って家事ができるよう。結婚したタイミングで、町医者をしている父のところで働き始めた。給与は同じだったし拘束時間が減るから、旦那も大賛成だった。でも、1年もしないうちに、旦那の浮気を知ってしまった。きっかけは、旦那のカバンから聞こえてきた隠し携帯の着信音。チャンスを狙って調べてみると真っ黒なのですぐに冷めた。昔から豆ごとに首を突っ込みたがる父だから。最初に言わないと私にとばっちりが来そうなので相談したら想像していた通りによく最初に相談してくれた。あとはすべて任せろ。私の希望はこなしだから離婚一択で慰謝料よりも社会的制裁を優先。ごたごたに関わり合うのは避けて、しばらくは一人でいたい。それから、2週間は、父の指示に従って仕事が終わってから実家で、ゴロゴロしたり食事したり、風呂まで使ったりして、帰宅時間を遅らせ、私が遊び回っていると思わせて、顔を見ないことに専念した。一方、父は、興信所を使って、相手の女の素性等を調べ上げ、同じ事務所の年上既婚女性、毎日退社と同時にホテル直行してる。どんだけ猿なんだと思ったけれど、言わずに耐えた。そして、変則的な週休2日の旦那だけが出勤する土曜日に、作戦は第2段階。白紙の離婚届だけを置いて、兄と兄嫁さんに手伝ってもらって、家出を決行。行き先は、実家だと近すぎて、ごたごたに巻き込まれる心配があるので、バブル時代に父が投資目的で買った不良債権のリゾートマンション。幼い頃に行った記憶があるけれど、まだ持っていたことに驚いた。兄が事前に調べてくれて居住可能だと言っていたけれど不安だったよ。独身時代に買った私の小型のスポーツカーには荷物が乗らないから、兄の大きな車に荷物を積んで、兄嫁さんを含んだ3人で分乗して出発。私が不安にならないように、兄嫁さんが助手席に座ってくれて嬉しかった。途中の道の駅で、犬猫病院が子猫あげ、マスの看板を掲げていて、そこでついもらってしまったのは、やっぱり寂しかったのかな。到着したら不安は的中していて、ごたごたしたけれど兄嫁さんが、頑張ってくれて、翌日には居住可能になった。父は、日曜日に旦那が訪ねてくることを期待して一日中待っていたらしい。正直に全て話せば穏便に済ませるつもりで。でも、父のところに来るとは思わなかった。着信は拒否したので、旦那からの連絡はメールだけ。内容も、私の浮気を疑っているようで、どこにいるの？何も聞かないから早く帰ってきてほしい、しかなかったからね。月曜日になって、父の作戦は第3段階に移行。旦那が勤めている事務所は、ビルの1階で、そのフロアに20人ぐらいいる。その事務所の始業直前に突客したそうな。旦那くん、今朝娘から連絡があった。家出とは何事だ。浮気相手の A さんとはどの人だ。それも、毎週月曜日に、朝礼をするため全員が集まっているところで、まあ嘘は言っていないけどね。その後浮気相手を確認して、後で自宅まで行くからおとなしくしてろと言って帰ったとか。私のところに父が依頼した弁護士先生が訪ねてきたり、父や母が様子を見に来たりして、1ヶ月ぐらいで全て終了したんだけれど、この作戦にも誤算があって、私が家出した先はスキー場に隣接なんだよね。雪道は運転したことないし猫もいるから帰るタイミングを失ってしまって。まだ猫と一緒に雪国で暮らしている。父はすべて終了後に高級メロン持参で事務所に謝罪名目で訪ねたとか。旦那は退職し浮気女も旦那さんが挨拶に来て離婚うんぬんらしい。浮気女は修羅場だったと今でも思っている。
書き忘れたけれど、こっちで仕事は見つけたし、住民票も移しちゃったよ。